本日は理科の実験を行う。危険な薬品を扱うからきちんと説明を聞いているように。はーい。退屈ですね。眠くなりますよ。確かに家庭科の調理実習の方がマシだな。これは飲めん。こりゃいかんばい。フラスコが抜けんでしょ。なんてこったい、このうなぎりものめ。ジャーマン、ちゃんと先生の説明を聞いてないと実験の仕方がわからなくなるわよ。大丈夫ばい。こんなもん、こうやってこうやって適当にぶっ込んでおけばよかですよ。どうせスバルタ先生には分かりっこなかでしょ。ついでにパックの鼻くそも入れてみるとばい。やだ、汚い。付き合ってられん。みんな見てくれ、こんなに煙が出てきたのでしょ。あれ、なんだか僕周りが見えなくなってきたとでしょ。今日の授業はこれまで。あら、ジャマは？そういえば姿が見えないな。途中でサボって抜け出したんじゃねえのか。まったくしょうがないわね。ヒンガー、誰かと助けてくれ。サマヨチュー、サミコくん、お父ちゃん。はーい、こっちこっち。ここはどこですか？誰だよお前は。見慣れないやつだな。僕ジャマと言いますばい。一緒に遊ぶかい？僕と遊んでくれるとですか？ヘリリ、何ですかその格好は。宇宙服だぞ。それが宇宙服ですか？なんでよおめえ、宇宙飛行士のガガーリン少佐知らねえのか？地球は青かった。ゴゴーリン、ああ昔の宇宙飛行士ですね。何が昔だよ、昨日飛んだばっかしじゃんかよ。あんやっぴっぴ、頭が大混乱。変なやつ、行こうぜ。あ、焼き芋屋だ。よし焼き芋行こうぜ。釣りだよ。アクション、僕にもくれくれ。はい、お金ですよ。はいよ。ありゃ、なんだこのお札は。坊や、大人をからかっちゃいけないよ。こんなお札は見たことがない。エミ、だってこれはお父ちゃまからもらった僕のお小遣いですよ。そうかいそうかい。でも子供銀行のお金で買い物はできないんだよ。そんな。あ、お家へ帰んな。しょうがねえな、まだ。あ、待ちくれ。石焼き芋。あれ、お呼びでない。これは私失礼いたしました。長島、ホームランだ。稲尾を探させてくれ。剣棒をご飯だよ。はい、みんなも早くお帰りよ。母ちゃん、今日もコロッケかい？剣棒好きだろ。僕もお腹すいたとでしよ。誰か迎えに来てくれよ。こんなところにいらっしゃいましたか。お探しいたしましたぞ。キャッキャー、ジー、ジーバイ、僕を迎えに来てくれたとでしね。ジー、ジー、何をするんじゃお前は。ジー、僕んばい、僕んですよ。へにょ、ジーの頭に髪の毛がありますよ。へにょ、ジーってか気をつけてましね。この無礼者、なんと失礼なお子じゃ。親の顔が見たいわ。じさあ、亀光ちゃま、お食事でございますぞ。お屋敷に帰りましょう。へんみ、亀光ちゃま、やだ、帰りたくない。
亀光ちゃま、またそんなわがままなことをおっしゃられては。エミ、亀光ちゃま。あの、あんたしゃん、亀光ちゃんとおっしゃるとですか？うん、僕、おぼう亀光。変な！ですか、お父ちゃまが子供ですよ。もしかして僕何かの弾みで過去の世界に来てしまったということですか？そんな信じられない。これ、このお方はお坊家998代当主となるお方じゃ。気安く近寄るでないぞ。やめてよじい。だから僕は嫌なんだ。そうやってみんなが僕を特別扱いするから、誰も僕と遊んでくれなくなったんじゃないか。おい、みんな遊んでくれよ。仲良くしてやってくれ。僕もう屋敷に帰りたくない。しかし亀光ちゃま。みー、そうだったとでしか。お父ちゃまは子供の頃サビチンコだったですね。心配しないでよカッシュ、ぼっくんが友達んこになってあげるとばい。本当？君友達になってくれるの？嬉しいな。君名前はなんていうの？ちゃまばい。ちゃま、面白い名前だね。で、名字は？ただのちゃまでいいばい。ただのくんか。ただのちゃま、ちゃまって呼んでいいかい？いいばい、ちゃまって呼んでくりくり。亀光ちゃまのおかえり。おかえりでございます。ただいまーし。すぐにご飯にしてくるよ。ほら、ここを一体誰の家だと心得ておるのじゃ。じいったな。亀光ちゃま、誰ですかそのお子さんは？黒蔵さん。僕の友達だよ。しばらくの間この家に置いてあげることにしたんだ。ほうほう、亀光ちゃまはお優しいですな。ご立派ですぞ。人の上に立つ者、そうあらねばなりません。みみ、誰でしかこの人は？黒蔵さんだよ。うちの使用人の中では G の次に偉い人なんだよ。とっても優しくて頼りになる人さ。 G は怖いけどね。僕ん家にあんな人いたんですかね。ちゃま。ちゃま、一体どこに行ったのじゃ。あ、それじゃあお坊ちゃまくんまだうちに帰ってないんですか？さようでございますじゃ。じい、もしや茶葉の身に何かあったのではないか。旦那様。そんな。じい。旦那様、落ち着きなされませ。茶葉茶葉を信じなされませ。信じよう。茶葉を信じよう。茶葉はきっと無事に帰ってくるに違いない。さようでございますじゃ。ちゃまちゃまは常に発信機を腕につけているはず。はて、反応はすぐそばでしておるのじゃが。お父ちゃま、未来の世界のお父ちゃまは今頃何しとるとですかね。僕、どうしたら元の世界に戻れるとですか。ちゃま。エミ、どこにも行っちゃやだよ、ちゃま。あいしゅあいしゅ。お父ちゃま。こうしてみるとお父ちゃまもなかなか可愛いかお子さんばいね。金光のガキも気の毒なやつだ。お坊家はこの原田黒蔵様が乗っ取らせていただくのだ。誰もおらんですね。気のせいですかね。クリクリ。学校に行くの嫌だな。
やっぱりお父ちゃまも勉強嫌いだったんでしね。血は争えんばいね。僕もそうなんでしよ。私はもしかしてあの女の子のこと好きなんしね。いや、その、けっけっけ、このかいら。だけど僕、恥ずかしくてなかなか話しかけられなくって。こりゃー、カメミツ、男なら男らしく正々堂々やってみんか。でも、へえ、すっきりしたとばい。いつもポックンが言われとる言葉でしからね。そういうことはポックンに任せてくるくり。へい、彼女ーい。あの駅はどっちですか。この道を右に曲がってまっすぐ行けばよろしいですわ。何してんだよ君は。ああ、そうでした。それにしても美しか人ですね。じー、うん、分かったし分かったし、今度こそちゃんと協力するとでしよ。それにはチートばかりあの人たちが邪魔ですね。大変ばい大変ばい。カメミツちゃんがトイレに落っこちてうんこに溺れて苦しんどるばい。よかでしか、ポックンが悪者ちゃんのふりしてあの子をいじめましから、あんたかっこよくポックンをやっつけるとばい。へー、ちゃまくんって頭がいいんだね。よーよーよー、姉ちゃんよってばさってばよ。あ、なんですの。キッキ、ちょいと顔を貸してもらおうじゃんかばい。やめてください。早く来るでしよ、お父ちゃま。何するんだ。そうでしょそうでしょ、その調子でしょ。何するんだ、やめてくれ。よ、やめてって言ってるでしょ。お父ちゃま。わざわざご親切にも護衛を追い払ってくれるとはな。黒蔵さん、どうして。わしは長いこと忠実な使用人のふりをしていたが、実はお坊家を乗っ取る機会を狙っていたのさ。なんて人でしか。誰か来て。えい、さっさとそいつらを連れて行け。亀光くん、かわいそうだが君にはこの世から消えてもらうよ。何？えみ、なんでして。それと僕は一体どうなるのでしか。心配することはない、ちゃんと亀光くんの道連れにしてやるさ。そちらの可愛いお嬢さんも一緒にな。それ！ピラニアでしよ。こいつらに食わせれば骨しか残らんからな。そんな悪巧みはできないぞ。なんだと？この腕時計型レーダーがここを教えてくれるんだ。もうじきジーたちがやってくるぞ。それでどうだ。さーて、どいつから先に始末するかな。ポックンは最後でよかでしよ。ポックン食べてもまずか。ホリン、お先にどうぞばい。なんだって。グズグズしてると二人いっぺんにやっちまうぞ。そうばい、あんたおとなしく黒蔵様の言うことを聞くでしよ。私が先でいいわ。よし、縄をほどいて池へぶち込め。やりやがった。早く逃げるのよ。こしゃくな。おい、はい、強いんだね君。ほんのご真実よ。変顔はもう走れんでしょ。何を言うんだ、
を出して。そうよ、頑張って。逃げるとでしょ。変化が。悪あがきもそこまでだな。卑怯でしょ。よくもやりましたね。間抜けなやつめ。くそ、ジーが必ず助けに来てくれるぞ。さてどうかな。強がりも今のうちだ。それ。潰されましょう。なんとかしてくれよ。自分たちでなんとかするのよ。そうだよ。力を合わせるんだ。苦しめ苦しめ、いくら呼んでも誰も来んぞ。なんですか。それ急ぐのじゃ、亀光ちゃまの一大事じゃ。亀光ちゃま、冒険のレーダーが亀光様の居場所を捉えたのじゃ。しかしレーダーは破壊したはず。もしかしてこっちのレーダーに反応したんじゃなかでしか。どうしてそれを。それは亀光様の。逃がすな、捕らえろ。勘弁してくれ。やったー、叱ったとかい。亀光くん、とっても勇気があるのね。いや、そんな。なんでしか、なんでしか、二人っきりで仲良くしてからね。いや、その…ぼっくんも混ぜてくるくる。どうしたの、ジャマ。ぼっくん、もういかんと並んでしよ。行くってどこへ。そうよ、せっかく仲良しになれたのに。お別れバイ、お別れバイ。ユマくん、クラッシュ。今までありがとまき。あんたちゃんもお父ちゃまと仲良くしちゃちくれ。そばへ。すみましぇん、お嬢ちゃん、あんたちゃんのお名前まだ聞いとりませんでしたよ。私の名前は、あんたちゃんの名前は、ワキコよ。ワキコ。お母ちゃま。ジャマ。ジャマくん。消えたわ。ジャマ。でも、またどこかで会えるような気がするわね。うん。うん、するとチャマは今からちょうど12時間前にこの理科室で消息を絶ったということじゃな。ほん、旦那様。おう。呆れた、こんなところで寝てるなんて。でもよかったよ、見つかって。しかし変だな、ここも探したんだけどな。お母ちゃま、お父ちゃまの面倒見てやってくれくれ。ん？あ？よろしくばい。だれだよー。